ル子シ還元は有機合成における人面反応の一つで塩化セリウムなどのランタノイド塩化物を水素化、放素ナトリウムと共に用いることでケトンを選択的に第2級アルコールへ還元する手法である。1978年に JL ルチェラにより最初に報告がなされた。エノンを選択的にアリルアルコール誘導体へと還元したり、 アルデヒド元の共存化に、ケトン元の実を還元したりできる。溶媒は、メタノールやエタノールが用いられる。ルーシェ還元の選択性は、ハサブ側によって説明される。エノンのカルボニル元が1、2負荷を受けるためには、硬い吸覚剤を必要とするが、水素化放素ナトリウムそのものは1、4負荷を起こす、柔らかい化学種である。 水素化放素ナトリウムのヒドリド元をアルコキシ元で置き換えると性質が硬くなり位置に負荷が優先するのだが、ランタノイド塩はその交換反応を触媒しているものと見られている。もう一点、ランタノイド塩は間接的にガルボニルを活性化する。すなわち、溶媒のアルコールがランタノイドイオンに配位し、酸性度の高まったヒドロキシ元が、 カルボニル酸素に配位して、カルボニルの旧電子性を高める。アルデヒドモとは、形中で、アセタールの形となって保護されることで還元を受けなく、なる。クルティー、L チョコ、B、ストラテジックアプリケーションズオブネームドリアクションズイン、オーガニックシンセシス、アカデミックプレス、ISBN0 から12から429785から、四ルチェ。 JL, j m KEM, s o u 100, 2226から 2227, 土井 10.1021, J00475A040ABC ジェミル。AL, l u c JL, j m KEM, s o u 103, 5454から 5459, 土井 10.1021, J00408A029 ありがとうございます。